だからな、本当にタバコが体に悪いのかって思っちゃうよな。ああ、なんか黙っちゃったな。いろいろと考えてるとね、どうしてもね、黙っちゃう。考えてることを喋ればいいのに、喋ることをね、忘れちゃう。ダメだ、ボケてる。まあ、基本的にね、僕の場合は、常にいろんなことをね、考えてる。あんまりボケーっとしてるっていうことがなくて、いろんなことを考えてる。でね、で、そのいろんなことを考えてるんで、いろんなことを考えてることをこうやって喋って、記録をしておけばね、そうすれば、まあ、それも面白いのかなと。ただそれだけのことでね、あの時何喋ったかなっていうのは、まあ、できるだけね、タイトルを見れば、あ、こんなこと喋ったな、あんなこと喋ったな、みたいな。思い出せるようなね、いろんな要素をふんだんに取り入れたタイトルにしようとしてるんだけどもね。いや、暑いな。暑くなってきた。制服のキンパラって昔お世話になったよな。制服着てる時、高校時代、中学時代はね、基本的に制服っていうのはもう学校指定で学校で買うみたいな、
あーちゃん学校指定の店で買うみたいないう感じでね、多分、親が、まあ多分俺連れてかれたんだろうな、やっぱサイズ合わせなきゃいけないわけだから、だから親と一緒にそういう店に行って買ったんだと思うけど、高校になったらね、もう俺自分で買ってくるからっていう感じでね、親と一緒に行かないでね、自分で買いに行ったって、まあ、それが制服の金パラだと思うんだけども、カジマチにあったのはあれ違うのかな、なんかタイヤの空気が足らないな、今ガツンつったな、これ要注意だな、タイヤ空気入れないと、うん、まあ、タイヤの空気っていうのはね、やっぱりちゃんと入ってないと、そういう故障にもパンクにもつながったりとかねするし、あとあのエネルギー効率が悪くなると、要するに空気が抜けてるタイヤだともう自転車をこぐのが重くてしょうがないみたいなね、いうようなことにもなるんで、まあやっぱりちゃんとね、空気を、適正にね入った状態で乗るというふうにしないと、要するに無駄なエネルギーを使ってしまうと。今日は西国学資料館やってるね、金曜日だもんね。まあ浜松観光ボランティアガイドの会でも、まあ今ね浜松市で史上最高の感染者っていうのがね出てるんで、昨日一昨日かな、だからまあ安友市長がね、市独自のなんかね、警報注意報なんだか分からないけど出してる みたいで、まあ、その影響でね、その影響というか、まあ、基本的に浜松科学ボランティアガイドの会は、平均年齢75歳だったっけ、平均年齢が高いんで、やっぱ感染のリスクは大きいわけよ。もし感染したら重症化するリスクというね、リスクが大きいんで、もう浜松観光ボランティアガイドの方から、自粛要望が出るわけよね。ボランティアガイドを自粛したいというようにそれぞれの施設、まあ、浜松城であったり、なんだ、駅のね浜松市観光インフォメーションセンターは、そういう要望を出してね、まあ、これはビューローと煙鉄アシスト、まあ、そっちの方にね要望を出して、で結局ボランティアはその6月の19日まで休むってなってるかな。まあね、そういうようになったみたい。だから、まあ、僕はね、どっちもね、今回、当番の予定が入ってなかったんで、まあ、気にしないでね、気にする必要なかったんだけども、まあ、素早いね。っていうか、5月31日まで、ボランティアは休みますということになってたみたいだからね、それを6月19日まで延長したということだよね。まあいてもいなくてもいいというような、声も聞こえるんでね、浜松観光ボランティアガイドの会はね、今このねコロナ禍の中でね、もちろんねいろいろとねツアーがバンバンねある時には要望というか、まあリクエストが来るんでね、
そのリクエストに、まあリクエストが来れば答えるんだけれどもね、今はだからそういうリクエストも全くないんじゃないのかなと。全くと言ったらあれか、ほぼないんじゃないかなと。まあもしリクエストがあれば、その日だけでもね、活動すればいいわけだから、他の日はリクエストがないから休みますっていいわけだからね。今昼間のビールもダメなのかな。おお、なんかすごい懐かしい車だね。懐かしい車じゃない、アメ車なのかあれは。なんか昔見たけど最近全然見てなかったっていうような車なんだけど。あ、トランザムか。トランザムでも結構古い方だよな、あれな。まあ、僕の知り合いでね、映像カメラマンがいて、その映像カメラマンが乗ってて、で、その車に乗せてもらったことがあるということでね。なんかもっとすげえ広かったような。室内がすんげえ広かったような気がするんだけど、まあ、東京行ったらという当たり前に走ってんのかな、ああいう車が。今日虎ノ門ニュース途中まで見てたけど、やっぱりね、俺の考え方っていうのは武田邦彦さんと似てるよな。武田邦彦先生だよね。似てるよなとか思っちゃうよね、本当に。っていうか普通そう考えるだろうと思うんだけども、やっぱそうじゃないんだよね。みんな、まあ要するに朝日新聞やね、毎日新聞が言ってるようなことを信じちゃってるんだろうね。まあそのあたりがよくわかんないんだけど、あ、そうだ、今日は先に聖霊浜松病院に寄らなきゃいけないから、聖霊浜松病院に、寄って、お薬手帳のシールをもらって、タクシーか、いいな、タクシーは本当にただだったら乗りたいと思うけど、ただのタクシーなんてないからね。ハワイアンカフェフラエディの、エディに会ってみたくなるよね、こういうのはね、見るとね。エディってどんな人なんだろう、男なのかな、女なのかなみたいな。エディ、まあ僕が想像するにイメージは男なんだけどね、エディっていう。女なのかな。そういえば外国人の名前って男だか女だか判別つかない名前って結構あるの、あるよねみたいな。まあ日本人もあるんだけどね、ハルミとかね。ハルミっていうのは男も女もいると思うんだけど、ミハルは女かな。それからヒロミは